猫好きの皆さん、トロネコチャレンジに参加しましょう。こんにちは、幸子です。今日は猫を助けるトロネコチャレンジというのを見つけたので、それを皆さんにご紹介しようと思います。トロネコチャレンジは、Kaoのハミングリネというペットシャンプーのブランドが主催しています。とろけるようにすやすや眠る猫を一頭でも増やすっていうスローガンで開催されているキャンペーンです。トロネコチャレンジの仕組みですけれども、まず私たち参加者は SNS に猫が眠る姿を写真に撮って投稿します。で、Kaoを株式会社さんがその1投稿10円を寄付します。で、寄付する先も決まっていまして、特定非営利活動法人ランコントレミグノというところに寄付されます。使い道もきっちり決まっているようです。2割、寄付金の2割はペットフードを買うために使われます。そして残りの8割は、譲渡会なんかを開催するための告知に、よくインスタグラムとかでも広告が流れてくると思うんですけれども、いついつどこで猫の譲渡会、ペットの譲渡会しますよっていう、あの広告を流すために使われるようです。では次に、どうしてこういうキャンペーンがされるか、行われているかっていうことの背景の部分なんですけれども、まず今日本では猫の殺処分がなんと年間3万頭もされているそうです。猫は割といろんなところに自由に行ったり来たりする、それから飼い猫でも家と外を出たり入ったりするっていうこともあるので、その殺処分されている数は犬のまだまだ4倍もあるそうです。最近よく見かける保護猫活動とかの団体が各地に全国たくさんあると思うんですけれども、そういうところの方々がされているのは、例えば、うちの猫なんかもそうなんですけれども、この子はちょっとなんか一頭だけでポツンといて頼りない感じで、お外では生きていけないんじゃないかと言って保護される。で、その活動されている方のお家で、里親が見つかるまで預かるっていうような感じで、猫をそう外から公園からこう保護したりとか、もしくはその保健所であと何日で殺処分されてしまうっていうような子を引き出して保護されているっていう方もいらっしゃいます。そうやって、里親さんを探すっていう活動がまず一つあると思います。で、もう一つ、地域猫としてそのまま外で暮らしをさせてあげるんですけれども、一旦捕まえて避妊手術をする、もうこれ以上どん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 数を増やさないように避妊手術をしてもう一回放すっていう活動もあります。で、よく見かけるこう耳がこうチョキンとこう切られて、三角に切られているような猫って、写真とかでも見られたことある方いらっしゃるかなと思うんですけれども、あれは避妊手術しましたよっていう印なんですよね。やっぱりつけておかないと何回も同じ子を捕まえてしまったりするので、それの印になっています。で、そこがこう桜の花びらみたいに見えることから桜猫とか言われていたりします。なので、たまにこうあれ虐待じゃないかみたいなことをコメントしている方も見かけるんですけど、違います。そういう印としてつけられています。そうやって活動をしてくださってる団体さん、方々がたくさんいらっしゃるんですけれども、それでもやっぱり保護猫を迎えようという飼い主が現れない限り、どん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 預かりを引き受けることはできないですよね。数、お部屋、スペースに限りがあるので、そうなってくるともう受け入れがそれ以上できなくなって、その結果保健所の殺処分の頭数が減らないっていう風になってしまいます。
なのでこのトロネコチャレンジは、まあ、寄付をするっていうその行動と SNS で拡散することによって、まあ、その猫殺処分がこんなに多いんだっていうことを知ってもらって、それから猫を飼うなら保護猫にしましょうっていうことをもっともっと広めるためのキャンペーンです。このキャンペーンの期間ですけれども、もう始まっていまして、終わるのが4月30日になっています。で、期間中は何枚でも投稿できるみたいなので、ぜひ猫の写真が撮れる方は何回も何回もハッシュトロネコチャレンジをつけて投稿してみてください。参加方法はまず SNS に投稿なんですが、その SNS が Twitter と Instagram の2つです。猫を飼ってないし近所にもお昼寝している猫が見つからないよっていう人は、このキャンペーンを SNS とかで拡散して広めていただくっていうことだけでもすごい力になるんじゃないかなと思います。私は YouTube とかそれから SNS でも時々発言しているんですけれども、こういう殺処分の問題もありますし、それからちょっときらびやかに見えるペット業界がまた結構ひどいことになっているんです。調べていただいたらわかると思うんですけれども、そんなこともあってペットを飼いたいと思っている方は、犬猫関わらずペットショップ行くんではなくて、その保護猫保護犬というのを優先して考えていただけたらなと思います。これだけ殺処分の数が多いとか、それからペットショップの裏側がもう大変なことになっているっていうような情報は私も最近までは知らなかったので、ぜひ SNS で発信したりちょっと調べてみたりしていただいて、そういうことがあるんだよっていうことを少しでも身の回りの人に伝える活動をしていただけたら、それもすごくいいなと思います。なかなか自分のこうお財布を開いて寄付っていうのって日本人には馴染みが薄いというか、いつしたらいいのかな、どれくらいしたらいいのかなって思って踏み出せないことってあると思うんですけれども、せっかくこういう機会をもらえたので活用して、まあ、写真を投稿するっていう楽しい行動と一緒にためになることをして、しかもその知識を広めるっていうことがいっぺんにできるので、私は期間中たくさん参加したいなと思いますし、猫好きの皆さんぜひたくさん参加してください。うちのトロネコチャレンジ中の猫です。保護猫出身のミケ猫、ミケランジェロです。ちなみにミケランジェロっていう名前はその保護してくれていた方がつけてくれた名前で、面白いなと思ってそのまま採用した名前です。うりうりうり、よしよし、いいね、ミケはいいね、のんきだね。本当に一頭でも多くこれくらいトロトロとお昼寝できる猫が増えたらいいなと思います。おやすみ。はい、ちっちゃい首いただきました。